衛星写真、ナサポートフィリップ湾は、オーストラリア南東部、オーストラリアで、第2位の規模の大都市メルボルンを要する湾である。湾の名はオーストラリア最初の入植団を指揮した、アーサー・フィリップにちなんでいる。湾の南西側は、ベラリン半島と、南東側は、モーニングトン半島に囲まれている。ベラリン半島の北西側には、ジーロングを要する、ワン湾インのコライオ湾がある。の外は、 インド洋とタスマン海を結んでいるバス海峡である。湾には北東からやら川、北西からマリビノン川が注ぐ。1982年12月、ポートフィリップ湾北西岸の干潟はラムサール条約登録地となった。その他、絶滅危特種である大々ハラオムが同湾の3カ所の越冬地とベラリン半島に2011年に発見された。 100から150頭程度しか生存しない新種のイルカ、ブルナンイルカの主要な生息地でもある。また、マイルカが2006年にワン部に定着し始め、近年はザトウクジラと南セミクジラの湾内での確認数も増加している。歴史的には、道湾は特に南セミクジラにとっての繁殖地であった可能性があり、現在でも時折、 フランクストン等の波打ち材近くにも現れることもある。飛脚類では定住するオーストラリアオットセイ含め3種類のオットセイ、オーストラリアアシカが入り込む可能性があるほか、時には南ゾウアザラシが居着いたり、京アザラシも現れる。2008年からメルボルン港へのスーパーコンテナ船の通行を可能にするための湾港、湾内の春節工事中であるが、 自然環境上の懸念は議論されている。ザ・ドルフィンリサーチインスティチュートアワードルフィンズアレユニーク二千十四2014年6月20日、閲覧ジャーニュアリー 2014? サザンライトホエールズ、ABC ニュース、2014年6月20日閲覧マイニア w y e T, 2014ホエールスポッテッドスイミング、クローズツーショアインポート、フィリップベイオフボンビーチ。 チェルシーアスパンデールヘラルドさん2014年6月20日閲覧フィッツ・ジェラルド E ジェフリーズ R 2011クラスオタリーダエタクセナミック・トゥール・キット・フォーマリン・ライフ・オブ・ポートフィリップ・ベイミュージアム・ビクトリア2014年6月20日閲覧ありがとうございます